それじゃあ、宝部でございます。皆様お元気にしてましたでしょうか？久しぶりじゃないですか、ラベさんちという曲で出て、お久しぶりでございます。宝井ですね。いやー、本当に2020年早もので、4月ですよ。4月になりましたね。新年度が始まってですね、社会人になった方とかね、中学、高校、大学とかね、あと、新しい部署に行かれた人とかね、もうたくさんいろんなね、新しいスタートがあると思うんですけども、なんか辛いことにね、もう俺がこんなこと言うのもあれなんですけども、本当に大変なご時世じゃないですか。で、不要不急の外出は避けてくださいって、もういろいろ言われてですね、いや、もうもちろん、もうそんなに言われたらもうね、まあその日本の法律的にその自粛要請をするしかないけん、でももう本当にみんなのね、心に訴えかけて、みんな頑張ってね、外に出ないように踏ん張ってると思うんすけど、むちゃくちゃ大変やん。まあ暇やったりするやろうと思うし、テレワークができる人やったらね、ね、いいと思うけど、なんかそれじゃなくてもコンビニだったりとか、ね、薬局だったりとか、なんか、まあ外で働かないといけない人とか、それこそ病院で働きとう人とかね、むちゃくちゃ大変やんか。で、ね、もう本当にありがとうって思いながらね、みんなが嫌っていう言い方はあれかもしれんけど、本当に大変なね、現場で働かれてる方、本当にありがとうって思いながら、で、他にね、その以外のところで働いてる人たちは何をするかって言ったら、もう自宅で頑張るしかないよ、踏ん張るしかないやんと思ってね。やったら、俺もちょっと一本でも多くの動画を出していけたらなって思ってね、ちょっとこのタイミングでラベさんち復活しようかなって復活するんで、でもちょっとね、ゆるーくやっていきたいなと思う。まあ、このラベさんちは、みんなとのトークだったりとか、ね、みんなとのコミュニケーションを主に、そっちに重きを置いてですね、配信していこうかなと思っておりますので、ちょっとゆるーく、みんなも、俺もゆるくするし、見てくれてる人たちも、まあ、ゆるーく見ていただけたらいいなと思っております。ね、もうだいぶゆるいやろ。座っとるもん、こんな。このリクライニングですか？リクライニング！こんなのがついてから、こんなに座ってからね、調子乗って動画撮っておりますよ。ね、バリバリ調子乗っとろ。でも、わかっと。今俺が調子乗っとうかもしれんよ。今日誰が今一番調子乗っとうかって言ったらコロナやろ。あいつマジ調子乗っとう、マジで。わ、もう殲滅して、あいつ調子乗っとう、暮らして、あいつボコボコしたいね。マジで舐めとら、本当に舐めと、あいつ。マジで舐めと、マジで。ふざけんなよ、カス。クソコロナが。ね。まあちょっとみんなもね、コロナに負けんようにね、本当に踏ん張りましょう。いやー、もう俺先月もさ、だってワンマンライブとかあったのにさ、クソコロナのせいで外できんくてからね。まあそのおかげって言い方したら、ちょっとコロナにちょっとね、譲歩しとうところがあるけん、ちょっとおかげとか絶対使わんちけど、まあそのね、コロナがね、コロナには負けてられんばいということで、無観客ライブさせていただきましてね。ね、まあそれはそれで遠方の方、ちょっとなかなかの東京の方に行けんとかさ、なかなかライブ見に行けんっていう人たちにね、あと例えば土日は仕事ちゃんとかさ、なんかそうやって外に出れんちゃんっていう人たちにもね、ちょっと届けることができたけん、まあそれはそれでありやったじゃないって、ちょっと自分に言い聞かせとうところあるけどね。まあちょっとまあ思い出を変換しとうみたいなところあるっちゃけど、かといってね、かといって俺はコロナを許したかって言ったら許しらんばいね。許しとう、許さんかろ。コロナ許す、許さんやろ。全然許しらんけんな、お前。まあ、コロナってさ、まあ、そうそう、バカって。ね。というわけでございまして、ちょっとゆっくりやっていきます。で、まあ、どのくらいのペースでやっていくと、つったらさ、ちょっと、まあ、できる限り多く。本当はね、4月の1日に、エイプリルフールの時にね、俺なんか、いや、もうラベさんち、俺今年はマジバリバリ頑張っていくけん、毎日投稿しますみたいな動画をね、はい、嘘やけど、みたいな、やつやりたかったっちけど、それすらも撮れんかったっていうね、ちょっと歌ってる方の動画でバタバタしてからね、もういっぱいいっぱいなっとった。パンクしとんしゃ、自分ができもせんのに、もう自分の力量以上のことやろうとするけんね、悪い癖やん。けどそうやってね、自分がこうやって、過去の自分よりも、乗り越えていくことによって成長していくんじゃないんですか？自宅にいても成長していくんじゃないですか？っていう感じでやっていきます。辛いやろ？
ね、今辛いなーって思った人いっぱいおると思っちゃう、これ見ながら。あ、なんかこいつずっとなんか深いこと言ってそうで、むちゃくちゃ軽いことばっかり言いよろみたいな感じになっとうかもしれんけど、俺の方が辛いけんね。もうそれもあったかく見とってほしいなって思います。さあというわけでございまして、早速ね、自己紹介だけ、自己紹介っていうか、なんか、ね、挨拶だけも申し訳ないけんさ、ツイッターでね、急やけど、これ、見えるかいな、見える。急やけど、ラベに質問、はい、はい、もう早速質問コーナーをね、ぶちかましていこうかなと思ってから、ちょっと今ツイートする場合、はい、ツイートしました。今ツイートしました。まぁ、ちょっといっぱい来ると思うけん。俺ね、前も思っとったじゃん。で、俺ね、悪い癖があると、あのね、質問コーナーはね、全部答えようとするったい？やけん、全部答えようとするけん、もう本当にね、なんか途中で辛くなってしまうと。あのね、おい、いいやつ取って俺。気づいとうみんな。俺ね、バリバリいいやつじゃん。普通に、めちゃくちゃいいやつよ、本当に。もうこんなにいい、こんなに優しくて大丈夫っていうぐらいいいやつと。ちょっと、調子乗っとろ？うん、調子乗らして。頑張ったもん。この間も、俺ね、裏垢があるってね。ね、ね、サブ、ラベサブ？もうサブすぎて、ちょっと名前も忘れたぐらいのサブ垢があってから。で、それ、ちょっと4月1日に、ちょっと嘘じゃなくて本気で、みんなにね、DM、DM 来たら全員返すばいって言ってしまったじゃん。じゃ、マジで本当にね、びっくりするぐらい来てからね。本当にありがたいことに。で、いろんなね、みんなの私生活が知れて、それはそれで楽しかったじゃん。あ、この、そのパーソナルも見れてね。なんか本当に、こんにちはしか言わない人もおるし、なんか恋愛相談だったりとか、人生相談だったりとか、職場のなんかね、相談だったりとか、なんか、まあ相談系だったりとかね。あと、なんか、あ、こんなことがありましたみたいな。例えば合格しましたとか、入学しましたとかね。なんか最近こんな幸せがありましたとかね、最近こんなムカつくやつがいたんですよ、もう聞いてくれーみたいなやつがあったりとかね、本当に人それぞれいっぱいあって、それこそね、なんか短い文から長文からってあってからね、そしたらやっぱり見てて、その楽しいわけじゃないですか。そしたらもうむちゃくちゃ時間かかって、本当にで、やしもう全員に返しますって言ってしまったがゆえにさ、ね、バリ時間かかってしまった。4日かかったよ、4日で頑張ったろ。でもみんな、いや、おい、今、あ、指さしてしまった、ごめん。はい、はい、指は失礼しました。ね、あ、ずっとこうやってやっていくけん、このチャンネル、これずっとこのチャンネルはもう本当にずっとこうやってやっていくけん、本当にね、ゆるい感じで見ていただきたいんですけど、どうです、こんなにさ、 DM 全員返しますとかっていう、こんなにやる人います？いなくないですか？なかなかいないでしょ。やっちゃうのよ、昔からやっちゃうの。だから、質問コーナーとかね、ほんと全員の質問答えなきゃみたいになっちゃうから、律儀なのよ。うん。けどもうね、先に言わせてもらうけど、もうしませんから。しませんから。俺もうピックアップしていきます。ね、僕がちょっと辛いなって思ったら、やめるみたいな、スタイルで。さっきツイートしたから、ほら、いっぱい来てる。ほら、いっぱい来てるよ。ほら、いっぱい来て、おっぱいって言ったね。今おっぱいって言ったね。今おっぱいって言った。ほら。リフレッシュしたら、ほら、すぐ出てくるもん。で、今日は、この、あ、ほら。61件も来とるよ、もうすでに。じゃあこれ、こん中で。はい。元気ですか？元気です。いや、ちょっと待って、こん中で一つだけ言おうかって言ったら、元気よ。元気。元気。マジでみんなも元気でおってね。本当に。いや、マジで。本当に。だって3月のワンマンライブね、できんかったぞ。で、一応延期になったっちゃけど、マジで本当にね、もう全然の日程がなくてから、なかなかね、その日程が決めれんじゃん。決めたいっちゃけど、決めれんたい今。ずっと難しい状況ったいね。でも、その時にさ、みんな元気に、で行ってほしいのよ。元気で会ってほしいの。本当に。だから、マジで、みんな元気でおってね。本当にコロナなんかに負けずにさ、元気で。で、次、ワンマンやるとき、まあ、ワンマンじゃなくてもいいよ。次会うときにも、本当に元気な姿で、お会いしましょう。よろしくお願いします。っていう感じで、返していきますので、ラストにもう一個だけ、もう一個だけね。この揃いじゃダメ、みたいな感じね。はい！一番好きな曲は何ですか？うーおえー
いや、みんなさ、好きな曲ってあります？みんな。いや、一番好きな曲ってもう難しくない？曲ってさ、もう名曲がいっぱいあるけん。本当に名曲がいっぱいあるけんさ、なんかこう、なかなか選べれんくない？みんな。一曲に選べれんやん。かって、やけん、俺のこの、ラビシュに質問、一番好きな曲なんですか？の答えは、アンサーとしては、決めれません。タームさあ、決められるか？なま、決められるか？逆に聞くぞ！決められるか？おい！お前は決めれるんか？っていう。ね、決めれんなって思って。でも本当に、で、むしろ一番好きな曲ってないなって人がおったら、ぜひ動画概要欄にですね、宝ビルジシーズン3っていうアルバムが、売っている、リンク貼っておりますので、そちらをですね、クリックしてですね、アルバム購入していただけたらいいんじゃないでしょうか。というわけでございまして、次回はですね、このラベ氏に質問を、せっかくね、ツイートしたので、こちらお答えしていこうかなと思っております。以上、宝ビルでございました。また次回のところでお会いしましょう。